他人をコントロールしだす時があるんですよね。でこれがやっぱりあの自分の職場のメンバーにね、まあ、意識変革や行動変容を無理強いして求めるとか、ね、いやその意識変革や行動変容が生まれそうな環境設定をするとか、生まれそうな情報提供をするとか、意識変革や行動変容を思わず起こしたくなってしまいそうな自分の立ち居振る舞いを工夫するとかいうことでしたらいいですけど、いきなりダイレクトにお前もっと姿勢伸ばした方がいいぞとか、朝早く来いよとか、もっと成績出せよとやってしまうと、これ人間関係が離縁するじゃないですか。コントロールの暁には必ず断絶するわけですから、でここのところをしっかりと把握しておかないと社会的な成功がついてこないわけです。だからトップ楽しみマン講座でもその心の在り方とか 1回目から3回目まででね、いろんな話をさせてもらうんですけど、ご機嫌レベルを上げていって、でご機嫌レベルがマックスになると一切人を裁かなくなりますし、一切人をコントロールしなくなります。自分の進化進歩成長に意識を集中して、自分の人生において達成感、充実感やワクワク感やスリルや感動や興奮を味わい続けるようになることができるので、周りというのは意識しなくてもそんな自分を見て勝手に共感したり勝手に集まったりしてくれますから、その中で良好な人間関係を保っていて、あわよくばコラボレーションが生まれて共通の目的や目標が生まれてきて、そして力を合わせてそこに向かっていくことができれば、おのずから社会的な成功につながっていきますよということなんですよ。それにはその仲間が必要ですから、その仲間を見つけるためにたまたま隣にいた人間に熱く語って、お前ちょっと太ってるやろ、ダイエットした方がええでと、迷惑ですやん、いやいや私これでいいと思ってますから、いやいや太ってるってとか、いやそんなきついこと言われてもう嫌やわって思いますやん、あの人ともう二度と会わんとこうとか。なんでね、今ダイエットしたいと思ってる人がたまたま、いや私もそれ考えてて一緒にやれへんって言うてきてくれて初めてね、多く発信して多くの方々に自分の考えを聞いてもらってみて、そしてその中で、波動をね感じてみて、しっくりそれやったら一緒にやりましょうよという方を、ね、見つけてパートナーにしていくというのが非常に大事です。よくやっちゃうんですよ、家族とかね、友達とかね、身近な人見つけてね、自分の考え方だとか自分のね あり方を押し付けて同じようにさせてしまう。子供とか親とかにもそう、娘とか息子にね、お母さんこんなに思ってるから、あとは絶対こういう風にしや、みたいな、そう、お母さんの人生です、私は私でまた違った考え持ってるんですよっていうことあるかもしれない。そりゃそうですよ、食品添加物の勉強してね、あの添加物は良くない、この添加物は良くないって分かったと、で自分ではそれを避けるようにしてると、でも食事行くたびにね、あそれあ赤色サンゴ入ってるわとか、いやこれちょっとなんか絶対やめた方がいいよっていっぱい言われたら、お食事美味しくなくなりますやん、性格機嫌よく頼んだのに。だから自分を高めるための知識や教養っていうのはいいんですけど、それを人に押し付けたら途端に面白くないわけですよ。人って皆さん一生懸命生きてはるから、皆さんそれなりに最善を尽くして一生懸命ね、人生に取り組んではるわけで、誰しもふざけて人生生きている人おれへん、みんな最善を選択して生きてはるわけやから、そこをね、自分の考えを主張して相手の考えをね間違ったものだと認めさせようなんていう考えがね、ちょっとでも働いてしまうとこれ敏感に向こうにも察知されてしまいますから、なるほど、法律があるわけで裁判所があるわけですから、裁くのは一切裁判官とね警察に任しといたら、合法的に売ってるものを食べてはるわけですから、そこはそこでね好みの問題ですよね。なるほど、かなり奥深いですね。いや、かなり奥深いですよね。トップ楽しみマン講座ではそういうようなことをねやっぱり大事にしているんですけれども、楽しい人生を送りましょうと、で自分がとことん人生楽しんでるし同じように楽しみたいなって思う人がねたまたま出てきはったらね、その人も楽しませられるような、ね、そんな人であり続けましょうっていう、いろんなタイプの楽しみ方があるわけじゃないですか。家でゆっくり読書したり思ってるのにね、みんなで一緒に盛り上がりましょうよって手引っ張っていてね、こんなんなんか持たされてライトとか持たされて振らされたら、ね、その人一個も楽しないわけですよ。せっかく家でゆっくり読書しよう思ってたのにと、
まあ、人それぞれその人生の味わい方とか楽しみ方千差万別。いやそれは嬉しいでしょ、普通に、ね、人に認められたりね、人に喜ばれたりしたら嬉しいのが当たり前ですから。だからそこがそれは結果として嬉しいわけ。それを目的や目標としてしまうと時々大変なことになると。自分が楽しいと思ってないのに人に楽しんでもらおうとするとかね、これ大変なことになります。あの人喜ばせよう思って私こんなにしんどい思いしてこれしてきたのに一個も喜んでくれへんとかね、もう怒り出したりしてね、楽しませようとしてませんやみたいな。そうなんですよ、たまたま私ケーキ作るのが好きでね、あんな味したらどうかな、こんな味したらどうかなと思ってたらこんな美味しいのができてもうだから食べてって言って食べてもらったら喜ばれたっていう、喜ばれたっていうのは付随的な楽しみであって、そもそもの楽しみはこのケーキを作ったことじゃないですか。ここに楽しみ事がきっちりと凝縮してなければおかしなことになるわけです。私もほんまにこれいろいろ工夫してめっちゃ楽しい人生歩めてて、もう笑顔で満足感でいっぱいやねと、もうほんまに良かったから、よかったら私どんな人か見てって、そんなに、あ、ほんまにその楽しみ方すごいわ最高って言われてでしょうっていう、ここって付随したもので、本当はここの楽しんでるっていうことが大事。人はどうであれ自分のもうめっちゃ楽しいっていうのにフォーカスすればいいね。だって自分楽しんでてもこんな私楽しいんですよ聞いてって言っても、いや私にとってはそれあんまり楽しみじゃないわって言われたら、そうなんとか、でも私めっちゃ楽しいわで、それで言うわけですよ。なんでなんこれめっちゃ楽しいで、私なんか初めこんなん全然楽しくないと思ってたんやんか、でもなこうやってこうやってくるめっちゃ楽しくてもううせえと思ってやってみとか言って、ね、あんまりやりすぎて、いやいや私ほんま別で楽しいことありますからほっといてもらっていいですかみたいなことに今なりますよ。ちょっとやっぱり変わってるんですよ。変わってるみたいですよ、今までの人生の中で今が一番楽しいって言い切れる人生を常に送り続けるというふうにコミットメントしてるわけですから。そうなんですよ、変態ですよ、はいはいはい、変態ですね。みんなやっぱりね、ええ時もあったらね、あかん時もあんねえと、しゃあないや、まあでもな、どうせな、だってな言うて、でもどうせだって所詮言うてね、受け入れて人生生きてはるわけです。それはそれと素晴らしいことですよ、それ素晴らしいことですよ。それを勝手に自分が向上心あるから、勝手に自分がねワクワク感満ち溢れてるから言うてね、そういう人まで捕まえてね、いやね、ワクワクしましょう、夢持ちましょうよって言い過ぎるとね、ややこしい。わかります、夢なんか叶えへんねん言いながら、夢なんか叶えへん人生を最善や思って心地よく生きていらっしゃる方いっぱいいるわけですから、その人に夢は叶えます、夢を叶えましょう言うてもね、いやいやもういいしみたいな俺もまあその熱い気持ちは分かるけど俺のことはほっといてっていう人もいてますから、